あの、あれだ、パンケーキ、パンケーキ。パンケーキ持ってってあげよう、ダメなギガンテス。通称ダメンテスに。フォトジェニック。いたいた。こいつあれからずっとこうしてんのか。嘘だろ。震えっぱなしじゃん。なんかもう目怖いな。で、あー、敵が来ちゃった。お、今もうギガンテスごと切ってたぞ。邪魔するなよ。よし。で、こいつが欲しいんだろ。これはうまい。っていう顔してないけど。いやいや、ガタガタ震えてんじゃん。うわ、なんだよ、この甘くてふわふわしたものは。ホットケーキって言うんだよ。うわ、ホットケーキだ。どれ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 。原宿の若者に大人気なんだよ。甘くてふわふわ、美味しいな。お前すっごく力がある上にすっごくいいやつなんだな。いや、あの岩は大砲で破壊したんだけどね。これオイラの宝物なんだけど、よかったらお前にやるよ。これをつけてると仲間のギガンテスがバカにするんだ。あ、そんなのよこすの。オスのくせに指輪なんかして恥ずかしいやつだって。あ、なるほどね。ひどい話だよ、オスだって指輪をしたっていいじゃないかな。それにそもそもオイラこう見えてメスなんだぜ。嘘だろ。メスとオス同じ風貌してんの、ギガンテスって。っていうかあるんだ、そういうの。会心の指輪を手に入れた。いや、もうこいつがつけてたの、はめれるわけないでしょ。それもう首輪でしょ。あの指のサイズからして、会心の指輪。ああ、でもやっぱ攻撃系のアクセサリーはつけたくなるな。一旦守りのルビー外すか。守りより攻撃よりにしたくなるよね。パンケーキ食わしてやったのに、もうブルブル震えたままじゃん。ちょっともう食んなよ。会心の一撃出るかな。言うほど出なくない？あ、出た。まあやっぱ火力は上がるな。もうちょっと元気そうにしててほしいんだけど。おい。ちょっと待って待って。わあ、すげえ、高度が下がっていく。このぐらいにしといてやるか。よし、帰るか。邪魔をするんじゃないよ。あ、でもやっぱ出るな、会心の一撃。おお、出る出る。はあ、結構上がってるもんだね。あともう一箇所行っときたい場所あってさ、ここ前なんか通れなかったじゃん。これ今だったら魔人の金槌。嘘だろ。魔人の金槌なら壊せると思ったのに。あれ、そんな硬くないよね、火を吹く石像。あ、手持ちのやつは壊せんのに。そっか、ここはちょっと当てが外れたか。なんか謎を解いて進むみたいなことだっけ。大砲でもダメかな。この場所に大砲を置けってことじゃないの、この床の色違うの。いけ、ダメだー。あー、でもこれなんか下からいけそうじゃない。いや、こんなことした覚えは全然ないんだけど、昔プレイした時も。ここなんか謎みたいなのと解いたかもしんないな、言われてみれば。言われてみればつうか、自分で言ったんだけど。でもなんかこれ不正できそうじゃない。あ、いけるいけるいける。やった、通れた。いいのかこれで。下から通れた。地面掘って。すげえ、なんか牢屋脱獄するやつみたいな通り方したよ。地面とちょっとずつ掘ってくって、脱獄する時のやり方じゃん。これなんか迷路みたいになってんのか。そういえばこんな場所あったな。何があんだっけこの先。この床の青いやつを目印にしてけばいいのかな。なんか迷いそうな時、
こうやって行った場所に松明刺していくと分かりやすかったりせんかな。あっ、宝箱あるけど開けらんねえやつだ。紫のなんかちゃんと正規の手段で来ないといけないのか。これどうすんだったかな。そのうち開けれるようになるのかな、ちゃんと。今じゃないのかな、なんかそんな気もすんな。特にここ来るまでの道中でも特にアイテムとか何も落ちてなかったんだけど。ん？あ、これ出口ってこ、とか？あ、これひょっとして、ん？ん？ちょっと待って。こっから来て、この石像、石像、この石像結構プリケツだな。こうやって見てみると結構プリケツですよね。いやそれはいいんだけど、こっから生えて、ですぐそこ、こっから出てきたんだ。これなんか松明とか置いとけば次来た時分かりやすいんじゃないの。松明設置して、でこうやって土で上がってけば、おわ、来れる来れる一発で。ショートカットのルートだけを開拓したな。じゃあもう今日のとこはおとなしく帰っとくか。来るべきタイミングがあれば来よう。よし、じゃあもう竜王軍バトルをすること以外にやることがないのか。ちょっとせっかく火を吹く石像を手に入れたから、敵をはめる手段考えてみようかな。考えるというか、ちょっと一個やりたいことがあんだよね。というわけでこいつを見てくれ。まあ、ちょっと見た感じしょぼいでしょ。ただね、主人公もそうなんだけど、敵も大抵はね、1マスしかジャンプできないので、2マス以上の場所を飛び越えることができないんですよ。で、ここで弾かれてここに入っちゃったら、もう炎で焼かれ続けるしかないと。そういうことですよ。ここにどうにか誘導してやりたいな。楽して戦いたい。こういう戦闘ができるのがこのゲームのいいとこでもあるしね。アネゴー、やるぜアネゴー。マシンメーカーの上で何してんすかアネゴー。牛沢、あんたガロンと何を話していたんだい。アネゴの過去についてさ。あいつあんたに何か余計なことを言ったんじゃないだろうね。まあいいさ、今はそれどころじゃないみたいだしね。どうやらまたしてもここに魔物の軍勢が迫ってきているらしいのさ。小分けにすんな、もう軍勢を。いつも言ってるけど。やるよ。やっぱりあの腕だけじゃ溶岩魔人は倒しきれてなかったみたいだね。溶岩魔人を完全に倒す兵器を新しく発明しなきゃダメってわけだ。そのためにはあの場所に行ってみるしか手はないか。で、それはやってくる魔物どもをぶっ倒してからの話だ。行くよ、しざわ。これはもう完全に研究所行きますね。この後、手に入るな。旅の扉緑が。よし、かかってきな。ああ、もう愚かですね。あいつら絶対入るでしょ、そこ。おっしゃ、入った。おっしゃ、ああ、ちょっと超えちゃうんだ、あの弾かれても。俺日本語下手だな。これ弾かれてそのまま落ちてほしかったんだけど、本当は。メタルハンターも入れ入れ、よし、入った、よし。あとはもうじわじわ焼かれるだけよ。いやでもちょっと火力不足だな、いまいち減っていかねえな。てか俺が敵に接触しないと仲間が街から出てこないのか。もうすごい普段通りの生活してんじゃん、みんな。しょうがないから一回接触するか、敵に。で、よーし、あ、やばい、こうなってしまったら、うわー。今めちゃくちゃなことになったな。ちょっと土を犯して、そこ。あ、でもみんなも出れなくなっちゃうのか、そこ入ると。めちゃくちゃダメージ受けてんじゃん、ペーパー。もう一旦上上がって、みんなバカ。弾かれてるんじゃないよ。
くそー、ちょっと俺の思惑がなかなかうまくいかないな。最初はいい感じだったんだけどな。ブリザード倒してるときは気分良かったのに。しょうがねえ、そのでけえのは俺がやるぜ。よし。いやでもたびたび会心の一撃が出るからやっぱ強いな、会心の指輪つけてると。なかなかの火力だぞ。よし。しかもなんか1対1だとかえって戦いやすいな。結局俺が自ら殴りに行くのが一番効率いいのか。いろいろ小細工をローション。もう何倒れてんだよそこで。あ、倒した？倒したそうです。またピロンピロンいっちゃった。あれ隊長、あ、え、さっきのやつ隊長じゃなかったんだ。待て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 、どうしようかな。普通に殴るのが一番いいかな。うーわー、死ぬとこでした。危ねえ。しょうがないな、ちゃんと回復しよう。あの、あいつあそこから動かないのかな。これあれか、大砲の出番か。いけ。いや大砲で全然いけそうなんだけど。みんな倒れてる中唯一生き残ってんのがシェネリってのが面白いな。シェネリやるな。コルトも見習えよちょっとは。あーでもシェネリ頑張ってるけどもうちょっとでやられちゃいそう。2個置けばあれか、2つ当たる場所だったら。今一発外したな。外してんな。外して向こう側の地形がボコボコになってんのが見えんな。あー、シェネリがやられちまった、ついに。くそ、俺が敵を取るぜ。あ、倒した。あ、よし、やったらしい。あそこの地形直すの大変だな。あ、やった、旅の扉。俺が火を吹く石像で余計な小細工したのも相まって、もうめちゃくちゃもう美しくない。とりあえず大砲を回収しよう。あそこどうすっかな、もう上だけ土かぶせるか。もうもう空洞の上に土かぶせて日が暮れるってなんか悲しいな。どうせだから温泉でも沸かしとくか。あそこ何の意味もないけど、ほーら温泉だぞ。何やってんだこれ。温泉でひたひたのウサギいるけど今。ちょっとだけ温泉ゾーン残しとこう。よし、じゃあ旅の扉緑で新しい場所に行くことになるわけだけど、一回寝ようか。旅の扉手に入ったから寝たら夢を見るはず。自分のものなのか他の人の夢なのかわからないっていうやつね。見ねえ、嘘だろ。あ、設置してないからか。設置した後に見んのかあれって。びっくりした、完全に夢見るもんだと思ってたわ。いやー揃ったね3つ。新たな場所への扉が開いた。でもこれが3つ揃ったってことはもうちょっとで前らへんもクリアというか、まあ終わりが近づいてるってことだよね。姉子に話しかけとくか。まず助かったよ吉沢、よく魔物たちを追い払ってくれたね。敵の中にいたあの氷の腕は氷河魔人のものに間違いなさそうだ。これは溶岩魔人と氷河魔人が完全に手を組んだってことだ、ね、ああまあ氷の手いたもんな。そっかそっか、そういうことか。これはいよいよグズグズしてられない。早いとこ奴らに対抗する最強の兵器を作り出さないといけないよ。ところで牛沢、あんたまた新しい旅の扉を手に入れたんだろ。設置しましたよ。それを使ってあんたに行ってきてほしい場所があるんだ。それは発明バカのラライが生前研究所として使っていたガライの町の跡地さ。お、ガライの町ここで出たね。ドラゴンクエスト1に出てきた町で、ここも大抵の場合ね、
一番最初に行く街になるんじゃないかな、ドラクエ1で主人公がラダトームを出てから。そこにならラライが発明しようとしていた魔物を倒す最強の兵器の手がかりがあるはずだ。その銀融詩人ガライっていう人が重要人物になってたりするんだけど、ラライはその多分ガライの子孫なんだよね、名前の響き的にも。正直気は進まないけど、ここまで来たらもう背に腹は変えられない。ラライの発明の記憶をたどって兵器を開発するのはもう限界だからね。頼むよしさ、新しく手に入れた旅の扉を使ってラライの研究所からラライの研究記録を探してきておくれ。ラライの研究の記録をそのまま持ってくるのか。牛田さんは旅の扉というものでガライアとここを行き来できるんですよね。私ここに来る前、少し変わった作りの洞窟を見かけたんです。変わった作りの洞窟、神秘的でなんとなく怖い気がして中には入らなかったんですけど。あ、さっきのあれだ、あれでしょ、火を吹く石像が守ってたとこでしょ。俺が不正をして地面から潜っていった。そっちの地方から来たんだもんね、シネールとコルドは。もし気になったら行ってみてください。行ってみてくださいって言ってもな、行ってみたんだけどな。そうだ、牛田さん、本は好きですか。ここはどうしても筋肉的な話題が多いですけど、本、本棚、明かり、机、ベンチがあれば。あー、それ作りました。図書室あるよ、あそこに。こうやってヒントくれるんだな、コルトは。あー、牛田さん、ちょっとここだけの話なんですが、お前ほんと影薄いからな、言っとくけど、ちょっとは活躍しろよ。シェネリは戦闘で役に立ってるんだから。僕はこの間ガロンとゲイラが温泉でひそひそ話をしているのを聞いてしまったんです。それによると、あ、出たその話、姉子が昔人を殺したことがあるとか。聞き間違いかもしれないんですが、内容が内容だけに少し気になってしまって。もし本当だとしたら一体どういうことなんでしょうか。おう、それはそうと、筋肉の方々に個室は、前もその話してたな。自分の個室しか作る気ないけどね。どうしよっかな、みんな連れてこうかな、筋肉たち。前の旅の扉ですら結構敵は強かったからな、連れてった方がいいかもしんないな。ちょっとアイテム整理しよう。牛さんは、私は信じてるわ、あんたと姉子が組めばすごい兵器ができるって。さあ、魔物との戦いもいよいよ大詰めね。私でよければいつでも手を貸すわよ。かっこいいぜ、ギエラ。よし、じゃあみんな連れてこうかな。一応話しかけてもおきたいし、マイラとガライアの地にはたくさんの強力な魔物が住んでおる。噂では4体の巨大な魔物がおり、倒せば魔物が作った家具が手に入るという。ああ、ボストロールとかギガンテスのことか。そういえば雪んとこにギガンテスもいたな。そいつも倒してこようかな。溶岩魔人とは関係がないが、お主が行くなら共に挑んでみたいものだ。よし、行こう。最近の魔物は手強いが、力を合わせれば必ずなんとかなるであろう。お前も行くんだぞ、ガロン。牛さん、お前には頼ってばかりですまねえが、姉子のことよろしく頼むな。さあ、もうここまで来たんだ、俺だってやるときはやるぞ。お、やる気出してる。あ、すげえ、ガロンがやる気出してる。お前変わったな。ただ途中で頭が痛くなるかもしれねえ。遠くには行き過ぎないようにしようぜ。あ、変わってないとこもあったわいや、でも変わったな、ちょっと嬉しいな。行くぜ、新しい場所、初めての土地。とりあえずこれはいただいとこうか。さあ、ここも雪なんだな。水場もある。とりあえずクエストのマークが出てる場所にまっすぐ向かおうか。敵強いのかな。わあ、でも会心の一撃強いな。ああ、まあまあ、前の旅の扉の時とそんなに敵の強さ自体は変わんないかな。あ、でもちょっとこの眠らせてくる呪文厄介だな、厄介だな。あ、なんか廃墟みたいなのある。あそこに研究記録があるのか。うわ、結構近いな。よし、どんどん湧いてくる。うわー、ちょっと待て、ちょっと待った、びっくりさせんじゃねえよ。こっから届かねえかな。いけ。あー、ちょっと
っと届かない。しかも眠らせてくる周りのホークマンみたいなやつが。どうしよう、どっから攻めよう。よし、ちょっと足場を増やしてやったぜ。そっからなら届くじゃん。ちょっとお前ら邪魔、こっち来い。この追加した足場からなら届くんじゃないの。当たってそう。よっしゃ、ギャーッはぁ、水の羽衣。今のは、敵が落としたのか。ホークマン的な、ホークマンの色違い。しかし結構しぶといな。割と打ち続けてるんだけど、本当に当たってんのかな。近づいてみようか。そこそこダメージは与えたはずだし。ちょっと敵の体、あ、でもちゃんと減ってる減ってる。よし、じゃあいいわ敵の体力がちゃんと減ってることを確認したから、こっから撃ってやろう。あ、やったか。よっしゃ、ざまあねえぜ。あれ、あいつだけじゃないのか。あ、よく見たらなんか9ってマーク、こいつらにも出てんな。あの手以外にも倒さなきゃいけない敵いたのか。めちゃくちゃになってる。大砲の攻撃で。こいつで最後だな。よし。ガライの町を救った。あ、ここガライの町跡地なんだ。つまり。へー。今寝てたろ、お前ら。今見たぞ、一瞬。寝てたの。うわ、なんか、うわー、ちょっと邪魔すんな。壊れたキラーマシンみたいなのが、返事がない、ただの鉄くずのようだ。ここにラライのあれかな、研究記録があんのかな。で、その研究記録持ち出されると困るから、あの氷の手が嗅ぎつけてきたのかもしんないね。取らせないように。お、ちょっと動いてんのあんじゃん。お前誰だ。そうか、ラライ様の上司だったアメールだの。しっかり会話すんな。すごい技術だな。すまない、私が守っていたマシンパーツは魔物たちに奪われた。代わりにこれ持っていけ。ダメだ、私も壊れる。アメルダ、ラライ様愛した人守ってやってくる。うわ、ちょっと悲しい。ラライ、あ、くれた。おい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 、ちょっと悲しいな。これもしかして読めたりする。ノートに文字が書き殴られている。読むさ、そりゃ。ついについに念願だったマシンパーツが完成した。結構はしゃいでんな。あんなに悩んで作り出せなかったのに、今は頭が冴え渡っている。発想が湧いてくる。こんなことなら、こんなことなら、もっと早く、もっともっと早くこうするべきだった。うひゃ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 あー、そういうことか。とても正気で書かれたものとは思えない。牛さんはそっとノートを閉じた。これ確かラライが書いたもので間違いないはず。なんでラライが今みたいなことになっちゃったのかってのは、まあ後から分かってくるはずだけど。え、あー、なんだ、そっかそっか。つまりここがガライの町跡地で、まさにこの建物がラライの家というか研究所だったってことか。で、何かを持ち去られてるね。なるほどなるほど。で、収穫はそんぐらいか。うわ、もうガライの町の跡地って言っても他に何もないんだな。ここに町があったはずなのに。拠点と同じぐらいのサイズだもんね、この建物あった場所の感じは。ここに人が生きてたんだな、かつては。この壁とかおしゃれだな。持ってこうかな、おしゃれ壁。なんかに使えるかもしんない。おお、バスタブあんじゃん。ちょっと一風呂入ってっちゃおうかな
後ろのやつらどういう気持ちで見てんだろうこれ。いい湯だったぜ。適当に壁パクってからまあ行こうかな。あーすっかり暗くなっちまった。いろいろ壁壊したりしてたらなんか大倉庫のアイテムもいっぱいになっちゃってさちょっとまたしっかり整理しないとダメだな。とりあえずいらないブロックここに入れようかな。あーもうみんなすやすやじゃん。そうだよな、夜中だもんな。よし、寝たぜ。よし、姉子。そうか、研究所が魔物どもに。結局、あれだな。あの、夢見なかったね。今回はないのか。そうか、研究所が魔物どもに。それがひょっとすると、魔物どもに先手を取られたのかもしれないね。奴らまさかモーラライの発明品を手に入れて、空っぽの宝箱をあったもんな。いけない、こうなったらすぐにでも持ってきてくれた研究の記録を読み解かないと。でもあのキラーマシン君がなんか大事な研究記録一つだけ守っててくれたんだね。早速ララヤの研究記録を渡しておくれ。よかった。ふむ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 、物質はこりゃすごそうだよ。あいつの発明は前に話しただろう。炎と光量を合体させて爆発的な力を得るって技術さ。これはその発明をさらに発展させて最強の兵器を作るための開発メモみたいだ。ほう、あのエネルギー物質をさらに高度な利用の仕方するってことだな。あいつは結局炎と氷の合体を自分の力だけじゃ実現できなかったけど、ビルダーであるあんたの力があれば私たちでもなんとかできるかもしれないね。このメモを完全に読み解くのは私には荷が重そうだ。でもなんとかしてみるよ。姉子、自分の肖像画の隣で寝る気分どうなんだろうな一番近いとこで寝てたけど。ありがとう、しさはメモの解読までもう少し待っていておくれ。おお、魔法インゴット助かるぜ。で、解読を待ってる間、お、珍しいな、シェネリー。どうしたの？牛田さん、魔物との戦いで忙しそうなところごめんなさい。私最近悩みがあるんです。私の話聞いてくれますか？え、なんか思うように筋肉がつかなくて困ってるとか。実はこの頃夜になるとどこからか歌声が聞こえて眠れないんです。へえ。すごく綺麗だけど悲しげな歌、これ姉子では？私聞いてると涙が溢れてきちゃって。だからお願いです、この歌の秘密を調べても来てもらえませんか？牛田さんは私がガライアの雪の中で魔物に襲われた理由が私の宝物の鍵だったことを覚えてますか？あ、鍵くれんじゃないの、ここでようやく。この鍵は私が雪の中でたまたま見つけたものなんですけど、歌声が聞こえてくるとそれに反応してぼんやりと光り輝くんです。私はこの鍵が聞こえてくる歌声と関係がある気がして、あ、これ姉子じゃないかも。あ、ラライか？あれ、どっちだ、わかんねえな。この鍵はあなたに差し上げます。どうか赤い扉の先を探して歌声の秘密を解いてきてください。という頼みだけなのか。今は姉子も解読中だし。鍵もらったね。じゃあ行ってみるか。場所は大体覚えてるから。寝たばっかだしもうすぐ行っちゃっていいよな。赤い扉の先な。行くぜ。